梅雨前線は九州南部まで南下し、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。このため県内では今日の夜の初め頃から明日朝にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。明日にかけて予想される雨の量は、南部で1時間に60ミリ、北部で50ミリ、明日午後6時までの24時間で180ミリとなっています。気象台は今夜遅くから明日昼過ぎにかけて土砂災害に、明日未明から明け方にかけて低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。